ちゃんのお友達が練習しに来てるんだって。どんな子なんだろう、僕も見たい。こらこら、邪魔にならないように静かに見てるのよ。はーい。本日はワンダーランドショータイムの練習にようこそ。紹介しよう、俺が座長の天末。わーい、小羽ちゃんだ。ワンワンワンダファイ。エムちゃん、久しぶり。ワンダーステージでこうやって話すの初めてだから、なんだか変な感じだね。この流れ、前も経験したことがあるぞ。まあ、紹介するも何も、松沢さんと星野さんは私たちのこと知ってるし。そうだね、星野くんは以前僕たちのショーを見に来たことがあるし、あずさわくんは僕たちのファン1号だしね。皆さん、お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。うん、今日はダンスの指導をということだったな。大いに歓迎するぞ。それよりもね、イベントに出るなら出るでどうして言わない。いきなり言われた言葉が、ファンフェスタに参加する友達と練習させてほしいで驚いたぞ。だって言ったらどうせ見に来るでしょ。当たり前だ、スケジュールは抑えるし、場所も調べるぞ。ステージに届くような応援方法も考える。ねねちゃんが困った時にシュバババババってステージに行けるようにちゃんと準備運動もしておくよ。そういうところだってば。じゃあ紹介って言っても、この中で初対面なのって花里さんだけか。この子が花里みのりさん、アイドルをやってるんだ。はい、花里みのりです。今日はよろしくお願いします。ああ、俺は座長の天馬司だ。今日はよろしくな。はい、さきちゃんのお兄さんなんですよね。おお、さきの友人だったか。これからもさきのことよろしく頼む。はい、お兄さん、今日はよろしくお願いします。ああ、それでこの二人が M とルイだ。ワンワンワンダファイ、大鳥 M だよ。よろしくね、みのりちゃん。はじめまして、上白ルイです。今日はよろしくね。はい、よろしくお願いします。それで3人は今日ダンスを教えてほしいということだったな。ただ俺たちのダンスは演技に付随するものだから、台本を読んでそれに合わせて踊るという形になるがいいか。はい。うん、いい返事だ。それでは早速台本を配ろう。今回はショーを一緒にやってもらおうと思ってるんだ。あ、もちろん台本を読みながらでいいからね。私たちがショーを？ああ、教えるにしても俺たちがやっている方法がいいと思ってな。では準備ができ次第始めるぞ。そして王子と会っていたことが露見したネネ演じる姫は地下牢に閉じ込められてしまう。そこに星野くん演じる魔法使いと、あずさわくんと花里くんが演じる使い魔が現れて姫を救い出すんだ。その場面で踊るシーンを作ろうと思うんだけど、花里くんだったらどんな動きがいいと思う？お姫様を救い出すんだから今から行くよって気持ちで踊るとか？うん、いいね。それならその感情を表すためにステップを入れてみるのはいいかもしれないね。なるほど。じゃあここは2ステップにして。へー、ああいう風にダンスを作っていくんだ。すごいね。いつもは最初ルイが形を作っちゃってみんなで合わせながら直していくのが多いんだけどね。花里が振り付けの仕方を覚えたいと言っていたから、
あいつなりに教えているのかもしれんな。さすがルイ君だね。うん。では実際に演じながらやってみようか。お、やるぞ。このままでは王子に会うこともままならない。一体どうしたら。あら、あなた方は。姫、私でよければ力をお貸ししましょう。この魔法の力で。まあ、鍵が。これであなたは自由の身。さあ、お逃げなさい。さあ、みんなここからダンスシーンだよ。役になりきって踊ってみて。ちょっと恥ずかしいけど、こうかな。おお、なかなか筋がいいな。基本的な動きはできているぞ。あとは下を向かないことだな。恥ずかしくても前を見て動きを大胆にすることだ。はい。次はカーネちゃん、私とダンスだよ。役になりきってだよね。だったら。わあ、すごくいい感じ。あとはね、カイマさんっぽくちょっと指先をふにゃってするといいかも。ふにゃ？こう？そうそう、カーネちゃん今すっごくカイマさんみたいになってる。ありがとう、エムちゃん。さてと、花里くんは。さすがアイドルだね。歌と踊りはお手のものだ。あ、ありがとうございます。でもこれに演技っていうのがなかなかできなくて。そうだね。それじゃあ指先の動きを意識してみるといいかもね。指先？そう、振り付けには一つ一つ思いが込められているから、振り付けからどう表現するかっていうのを考えてみるのも役作りの一つの方法だ。特に感情がこもりやすいのが指先。自信のなさも喜怒哀楽も指先に一番現れる。だから指の先まで意識をするっていうのが一番大事かもしれないね。あ、確かにアイドルの振り付けでも同じことを言われたかも。ショーもアイドルのダンスも基礎は同じということかな。そうなのかも。ダンスのコツは喜怒哀楽を体全体と指先で表現と。なんだか掴めたみたいだね。うん、よかったね。そうだ、人数が多い時にやってみたい演出があったんだ。司くん、ちょっとステージの向こう側まで飛んでもらってもいいかい？ちょっと、司はともかく、星野さんたちに何する気？少しは加減を。司くんに観客の視線が向いた瞬間に、花里くんたちがステージ上に登場する仕掛けだよ。面白いと思わないかい？え？ああ、うん、そういうことなら。星野さんたちにはちゃんと配慮してるんだ。ん？何か言ったかい？別に何も。わあ、姉がねねちゃんの友達なんだね。みんなに負けず劣らず賑やかだね。こうして王子と姫は幸せに暮らしました。
めでたしめでたし。みんな、今日はご苦労だった。全員ダンスも上達し、最後には観客を入れても問題ないレベルまで上達したな。本番でも今日学んだことを生かして最高の演技をしてほしい。以上だ。今日は本当にありがとうございました。すごく勉強になりました。こちらこそ、僕たちも充実した時間を過ごせたよ。みんな、本番ではいっぱいワクワクキラキラしてね。いっちゃん、いよいよ明日だね。うん、ちょっと緊張するな。いつも通りやれば大丈夫だよ。私たち応援に行くからね。いちかちゃん、頑張って。うん、ありがとう。ダンスの練習とかもしたし、何か活かせるといいな。え、リッチ、そんなことしてたんだ。うん、あとは違う歌の練習をしたりとか。表現の幅を広げられたんだね。そういうのって必ずどこかで役に立つよ。いい経験したね。ええー、成長したいちかの歌楽しみだわ。うん、いちか、後で私たちにも聞かせてほしいな。わかった。それじゃあまた聞かせるね。いよいよ明日か。楽しみだな。